フジテレビが6月6日に福岡ヤフオクドームで行われる学部48の第7回選抜総選挙を生中継する。当局の中継は4年連続で、今年の番組テーマは親子の絆。選挙を通じて親子の絆が垣間見られるような内容にし、子供や孫を持つ世代も楽しめるようにする意向だ。本番を控え、横山由依次期総監督、22、らが家族と記念撮影。横山の父、康夫さん、51、は、中心メンバーとして、選挙で、1桁に入ってほしい、と希望を述べた。放送は午後6時30分から9時54分まで。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。